和室か張原駅は、福井県福井市河井和静香町にある、越前鉄道三国あわら線の駅。駅番号は E32。駅舎本屋は、国の登録有形文化財に登録されている。従来からの島式ホームと福井鉄道、直通車両用の停車ホーム停車ホームに、停車中の越前鉄道、L 型電車島式ホーム一面に線と、 短式ホーム一面一線の地上駅になっている。東側の駅本屋とは、構内踏切で結ばれている。短式ホームは、田原町方面からの折り返し専用で、福井鉄道、福武線直通列車専用の提唱ホームとなっている。福井鉄道との相互乗り入れ計画開始当初は、直通区間を福井市内で完結する形態となる。 福武線の浅水駅は2日張原駅間で福井鉄道車両のみの型乗り入れとする計画であったが福井鉄道側の施設面やダイヤ面及び旅客の利便性を向上させる目的から当初計画を変更し起点の越前武雄駅からの直通及び越前鉄道側も車両を用意しての相互直通運転とした一方で越前鉄道側は 相互直通列車の折り返し駅は、当初の計画通り和室か針原駅のままとしたため、越前鉄道直通列車は、あわら湯の町、三国港方面には設定されていない。駅員終日無配置。三国あわら線上では、福井市のほぼ北端に位置し、約100メートル北には、堺市との境界が控える。駅名の後半の針原は、堺市の地名。 越前鉄道のほぼ前線にわたって開けている場所でも、あるため、列車無線基地局が設置されており、本屋に隣接して、アンテナを据えた、コンクリート柱が立っている。農村型集落の中にあり、民家組や少々離れた場所に、若干の商店もあるが、田畑が大勢を占める。東へ約1キロメートル先には、福井県工業技術センター、新興住宅街、 自動車学校などがある。福井県運転者教育センターの福井方面からの最寄り駅。越前鉄道三国河原線。海賊に行った塚駅は室日、針原駅。太郎丸エンゼルランド駅。急行新電塚駅は室日、針原駅普通。中住駅神愛グランド前駅からは室日。針原駅、太郎丸エンゼルランド駅。ありがとうございます。